んにちは、セレクト鈴木です。いつもご視聴ありがとうございます。今回はトヨタから出た新型のハリアーを紹介したいと思います。どうぞ。そしたらまずライトを見ていきたいと思います。エンジンかけますね。これが今オートライトでついてる状態ですね。うん、スモールランプでここが光ってますね。デイランプかな。あ、これデイランプか。ちょっとヘッドライトつけます。でフォグを切ります。フォグ切った状態のヘッドライトオン、ヘッドライトオン、これはフォグですね。ここがデイライトとスモールライトが一体ですね。ハイビームしてみます。はい、と、でフォグランプがついた状態がこれですね。フォグランプかわいいなめちゃくちゃちっちゃいですよ。ライトはなんか最近のレクサスとかもこんな感じですよね。ウィンカーつけます。はい、うわ、この2本が光るんですね。これ新しいですね。かっこいい。ここオレンジだからここが光るんかと思ってたら、ここ反射板ですね。横の反射板みたいですね。だからこことか光る後付けの部品とかが出そうですね。あ、そういえばここタカだったっけ、ワシのマークなくなってますね。あっちの方が好きだけど。まあトヨタはトヨタブランドを押したいんでしょうね。あのマークの方がかっこいいけどな。あ、ここもなんかグリル風なデザインになってますよ。グリル風やけど穴は開いてないっていう。これ細っ。変わってますね。ね、パネルですよね。ここと別のパネルがこれぐらいありますね。変わっとるな。で、メッキが入って。ここダクト向こうが見えますね。多分ここまでタイヤに空気がちゃんと流れるようになってます。穴開いてますね。見えませんか。ここにちゃんと穴が開いてます。この辺りもうちょっと穴が開いとってもいいような気がしますけどね。ここほらラジエーターとかコンデンサーとか冷やすための穴なんですけど、こんだけ開いてないですね。ここだけですよね。ここも開けたらいいのに。まあ、空力とかなんかあるんでしょうね。はい、ではテールランプの方を見ていきます。今ついてるの分かりますかね。オートライトなんでテールランプがずっと光ってますね。この辺り、これ夜見ると綺麗でしょうね。ブレーキ踏んだりウインカーつけてみます。ブレーキ、ウインカー右、あとバックですね。後ろです。
ここだけしか引かないんですね、踏んだら。あ、ブレーキが、はい、ちょっと後で暗いとこで見てみましょう。そうですね、うん、工場に帰ってから見てみます。よし。あ、え、ウインカーここなの。そうなんです、ちっちゃいんですよ。ここめちゃくちゃびっくりした。ちょっと見にくいですよね。これバック低いよ。バックここっすか。これめちゃめちゃちっちゃいでしょ。おもちゃみたい。これでいいんや。なんか光量ちょっと少ないような気がするけどな。ここはそしたらもうブレーキとテールだけ。そうですね、うん、あ、バックとウインカーとで反射板ですね、はい、ちっちゃ。いいんだからいいんでしょうね。なんかちょっと光量少ないですよね。若干そうですね。見にくくないですか。低すぎる気がします、ね、うん、低すぎる。このぐらいの位置にあっても、このぐらいの位置にないとだって見えようになるんですからね。他の人の車の目線ってこの辺りやから ね。近づきすぎたら全然見えないですね。これは見えないな。無縁レギュラー、レギュラーなんですね、うん、うん、ワンタッチ式やね。はい、この車両はグレードが G ですね。 G のハイブリッド、一番上が Z だったっけ。一番上が Z で、これは G のハイブリッドです。でその下がありますけどね。だけど真ん中よりちょっと上っていう感じですね。で、一番上だったら全体を見渡すカメラがついてるんですけど、これはついてないですね。ここと、あと左側もカメラがつくんですけど、これついてないです。で左側がカメラの代わりにこのミラーがついてます。このミラーが、まあ、ちっちゃい、めちゃくちゃちっちゃいんですけど、この辺りを見る、この辺りとこの辺りを見るため の車検の部品ですね、うん、そうか。なんかここ太いですね。ここ太いし、塗装がボディと違う。なんかここチャチいな。これボディと同色でもいいと思うのな。うん、なんかこれ惜しい。まあ気にせん人はせんかな。でもなんか高級車大抵ね、ボディと同色ですよ、大抵。うん、ここ。うん。まあ、こことかもね、素地のプラスチックになってるんで、まあ、ここと合わせとんかな。うん。そんな感じです。では、中を見ていきます。ちょっと暑いんでエンジンかけますね。お、めちゃくちゃかっこいいやん。もうとりあえずこれが目に入ってくるんですけど、めちゃくちゃ大きいですね。なんだこれ。うわ、すごい、すごい大きいけど、なんかナビ画面は普
通の7インチ7インチか8インチぐらいの内容ですね。で、横にオーディオの操作パネルとかがあります。これちょっと後でしっかり見ていきたいと思います。ハンドル周りはこれラブ4とほぼ同じ感じですね。トヨタ系、ダイハツ系ほぼ一緒です。この辺りにクルーズコントロールやら安全装置のスイッチで、こっちが左がオーディオ類で、メーターがあります。センターに全てのドアとか安全装置の表示がありますね。で、左がこれなんだ、水温計とあとハイブリッドのメーターですね。で、右側がスピードメーターと燃料ゲージですね。で、ヘッドライトのオートライトとこっちがワイパーです。で、同じく右下が ETC、 あとはこれパワーバックドアがついてますね、この、G グレード。あとはこの辺りもオプションの追加スイッチ用のパネルになりますね。あと、ガソリンのとことボンネットのフードですね。パワーウィンドウはこんな感じです。結構高級感がありますね。縫い付けてあるステッチが全体的にすごい綺麗。あ、鷹のマーク発見しました。これですね。さりげなくここにあります。ボンネットのトヨタマークもこれになったらいいと思いますけどね。これなんか形がついてますね。で、一番いいグレードの、ウェルカムライト、ミラーの下にビッてこうライトで、この辺り地面に鷹のマークが登場するみたいです。あともう一個いいグレードはここの、足元のランプが光るみたいですね。はい、ドアを閉めた時の、すごい静かだったんでやってみます。これ今エンジンかかってるんでちょっと音入ってると思います。かなり静かだな。あ、ハンドアだ。かなり防音材とか入ってそうな感じがしますね。遮音性が高いです。シートは電動シートになってます。前と後ろ。これは何か、こうか。こう背もたれと、これが、これここ浮きますね。なるほど。で、カーバリーグレードが向こう、助手席側もなんか電動になるらしいです。今助手席側は電動じゃないんですか、向こうは。ちょっと見てみましょうか。本当や、助手席は手動です。上のグレードじゃないと助手席まで電動にならないんですね。
うんうん、なるほど。上のグレードっていうか革シートがあると思うんですよね。すみません、ちょっと勉強不足で。プラスチックやけどなんかちょっと高級感のある感じの、うん、違ったかな。ピンク、開けない。うん。そっちから手伸ばして開けるようやんかな。なるほど。かなっていう。こうの方がやりやすいね。ですよね。確かに。ここからやったらなんか開けにくいですよね。こうよりは。ああ、絶対そうや。うん、そうっすよね。うん。よう分かったね。え、なんかもう完全にそっちからしか。うん。こっち開けにくいな思って。うん、ああ開けたらこれつくんや。へえ、これがスイッチなんだ。ほう、ちょっとこっちにも。あとここっすよ。ここがなんかシースルーなっとって。まあこれすごいかっこいいですね。なんかちょっとキラキラの LED が入ってるんですよね。今つけてみてもいいですか。はい、はい。ああ、おしゃれ。めっちゃおしゃれ。おしゃれ。ちょっとスモークのかかったブラックですね。そうですね。うん。おしゃれやな。で、この。これがデジタルインナーミラーですね。下にすると普通のミラーになって、こうですね。で、こっちにすると、後ろが見えてます今。めちゃくちゃ綺麗。うん、めちゃ綺麗ですね。ちょっと画像で伝わるかわかんないですけど、すごい映像綺麗ですね。で、フロントのドラレコとリアのドラレコ兼用になってますね。もう今レックって書いてるんで撮ってますね。わかりにくいか。いけるか。うんうん。設定。設定をしてこれ選ぶと、これなんだ、あー角度、あ角度補正、元の位置がわからなくなったやん。真ん中かな、あれぐらいかな、真ん中やね。うん、これなんだ、あズーム、あもしかして、ね、うわ、ああ、まあ、ズームはそこそこだな。カメラじゃわからん。言語？おお。あ、英語と日本語が選べますね。うん。これは、あ、光具合。うん。5段階ぐらい。2、3、4。なるほど。この大きいナビは、この G グレードはオプションで付けましたね。T コネクト SD ナビゲーションシステムって言って、これですね。これが Z のグレードは標準で付いてます。で、G のグレードはオプションで付きますね。12.3 インチ。すごい大きいんですけど、まあ、画面自体はね、ナビ自体はこれぐらいですね。なので7インチぐらいじゃないんかな。今僕の感覚的には7インチ、大きくてもまあ8インチっていう感じのナビの画面ですね。で、操作パネルがこっちにあると。これね、こんな JBL とかのマークなくて、もっとね、広げたらよかったのにね。枠がね2センチぐらいあるんですよ。
もったいないですね。あとここにハザードスイッチもあるんですけど、これもね、のけてもっとでかい画面にしたら、ここ9インチか10インチぐらいになるのかなって思います。これもったいないなと思いました。ここがドリンクホルダーで、なんかこれあれですね、あの深いの浅いのを置くときに使うやつですね。こういうのは置いてと、この辺りが馬の鞍をイメージしているみたいです。なるほど、そんな感じはしますね。まあでも高級感がありますね、やっぱりこの辺の柄と材質が。あと奥に USB、 これかな、こっちから開くんかな、こっちです、こっちからかな、 USB と AUX、 かなり奥だな、ちょっとやりにくい。あと携帯置くところか、携帯置くとこも奥の方ですね。僕のでかい携帯置けるかな。あ、入るっすね。大きいのでもいけましたね。で、ここもオプションで、ワイヤレス充電に対応してます。で、ここにスタートスイッチがあるんですね。これなんでここに置いたんやろ、不思議。ここない方がいいのにな。これちょっと、携帯取るに邪魔ですね。こう。痛い。これ別にこっちで良かったのにね。こっちほら。なんかないんすかね。いや、普通にこの辺りとか空いてるんですよ。全然。こことか。まあ、ここでもいいし。これ、ここにつける意味はわからんなぁ。これちょっと不思議ですね。絶対邪魔やもん、これ。あと、もう最近、ダイハツの、この前ね、撮影したタフトにもついてたんですけど、電動パーキングと、あと、ホールド機能があります。これが電動パーキングのスイッチで、こっちがホールド機能ですね。信号待ちの時は、すごい便利でしたね。EV モード、ドライブ。あとドライブのモードと、うん、そうですね。これ見積もりは置くなって書いてますね。あ、結構深い。シガーがあります。ああ、シガーライター。ここにもある。この模様がおしゃれやね。はい。では、後部座席、後ろの方に。座ってみたいと思います。あ、広い。結構ゆったりしてますね。頭も僕176ぐらいで、拳が入ってまだちょっと上に余裕があります。全体的に高級感はやっぱありますね。あ、一段倒れますね。ここからここ、お全然違う。一段倒れるとすごい楽。あ、ドリンクホルダー、あとチャイルドシートをつける
機能もついてますね。うん、普通グレードの綺麗、しっかりしてる、うん、レザーじゃなくてもねめちゃくちゃ綺麗、うん、うん、高級感ありますね。うん、後ろもドリンクホルダーと、この模様は全体的に所々についてますね。あとこのステッチ、うん、はい、ではトランクを開けて見ていきたいと思います。電動ですね。ああ、パワーバックドアとイージークローザーがついてます。あ、これ言ってたウーハーですね。うん、このセットには JBL のスピーカーが全部ついてるのと、後ろこれウーハーなんで1個だけですね。スピーカーは後部座席についてますね。ピラーのところはツイーターついてます。そうですね、高音と低音と至れり尽くせりで、うん、いじるところはないですよね。お、これも防音材、うん、あまりカタカタ物入れてならないように、うん、お、スペアタイヤついてる。結構深いな。ジャッキもマットブラックで買っちゃう。え、そうなん？あ、ほんまや。うわ、このパンダジャッキでかいな。1350対応。うわ、ちょっと欲しい。これちょっと欲しいな。強そうですね。まあ、工具なんかは収納できるぐらいのスペースはありますね。よ、よし、そしたら、後部座席を倒してみたいと思います。こっから倒れる機能はないんだな。ちょっと前に行かんと無理か。うん、後部座席自体はもう前には行かないですね。うん、このまんま、うん、倒れ方もそこは限界ってことですね。そうですね、うん、座席自体はもう動きません。角度もこんな感じ。広いですね。でも、うん、広いね。でも後ろにかけてちょっと低くなってる。あ、そうですね、うん、ここから見ると広いけど、なんかこっち見るとなんか下がってますね。うん、うん、ちょっと乗ってみたいと思います。うん、結構まあ、まっすぐにはちょっと慣れないですけど、うん、なんか逆にこのちょっとした斜めがいい感じに、あ、これだと寝れるかもしれん。うん、運転席がどこまで倒れてくれますかね。思ったよりは広いですね。ここの圧迫感はないです。多分逆に寝るとすごい圧迫感あるような気がしますね。ここが低いんで多分これぐらいじゃないですか。
うん。ああ、これで閉めると多分めちゃくちゃ狭いですよね。ここ。そうですね。ね。この辺ですね。ここですもんね。うん。なんで寝るんだったらあっち頭ですね。うん。これは多分バックドア閉めると怖いよ。うん。こんな感じです。はい。さっき見つけたんですけど、デジタルインナーミラーのこれがカメラです。ここ結構高い位置にありますね。ど真ん中で。で、バックカメラのカメラはここ。ナンバーの上ですね。うん。で、これがインナーミラーのカメラ、ここですね。うん。すごいいいとこにつけてます。空全部見えるね、この辺りがね。うん。じゃあ試乗していきます。おお。これハリアーじゃなくてトヨタやね。こっちがハリアーって書いてましたね。うん。よし、では行きましょう。ドライブ。うわ、めちゃくちゃ滑らかな滑り出し、走り出し。すごい滑らかに進みますね、うん、そして静か。おお。もう変速ショックがもう全く分かんない。まあ CVT これすごいな。あとエンジンとあのハイブリッドシステムの切り替えの時が全く分かんないです。ちょっとエンジンがかかる音がするかなっていうぐらいで、音も聞こえにくいですね。うわー、乗り心地が非常にいいですね。あ、ちょっとモーターで走り出してからエンジンが滑らかにシュンってかかるっていう感じなんで気づきにくいです。さて、足回り。めちゃくちゃスムーズやな。段差も、うん、これは長時間乗っても疲れないでしょうね。すごっ。そしてやっぱりインがこのデジタルインナーミラーですね。もうすごく綺麗に見えます。もう普通のミラーと変わんないですね。一瞬わかんないです。これは綺麗やわ。ミラーを、
ちょっと通常より後方にずらしているみたいで、視野を確保しているみたいです。あ、この三角窓のところ。うん。そうやって説明書に書いてました。なので確かにここどこか見やすいですよね。ここが見える。ミラーが前だと見えにくい。あ、確かに。うん。森坂です。ああ、もう何のストレスもないですね。うん。うん。後ろの車が来てるのもすごい綺麗に見えてる。ミラーで。確かに。後部座席の真ん中でも全然乗れるぐらい気持ちいい座席ですね。あ、そうですか。たまに痛いやつあるじゃないですか。ああ、真ん中はね、はい、うんうん、これ全然いいですね、これは。へえ。ラブフォート兄弟車。ああ、そうですね。ですけど、なんかラブフォート足回りとかどんな感じなんですかね。フレーム自体が同じのを使ってるみたいなんで、結局幅とか長さとかほぼ一緒なんですよ。で、足回りもほぼ一緒で、ハリアの方が少しだけ前が長くてちょっと誤差はあるみたいなんですけど、ほぼ一緒みたいですね。で、乗り心地は一緒なはずなんですけど、この静粛性防音材とかはこっちの方が多分たくさん使ってます。めちゃくちゃ静か。うん。うん。なんか、ラブ4はどっちかと言ったら、ゴツゴツしてる感じはありましたよね。うん。うん。確かに。まあ、使い方の問題ですよね。こっちはなんか、高級車寄りというか、うん、SUV で使うよりは街中仕様。ラブ4はもう山に持って行ってくださいみたいなね。うん。多分、住み分けが違うのかなとは思いますけど。街中ユースだとこっちの方がいいでしょうね。ラブ4よりは。はい。帰ってきて、ちょっと暗くしたんで、見えやすいかなと思います。今ヘッドライトオートでスモール兼デイライトがついてますね。で、フォグランプと、これヘッドライトをオンにしてみたいと思います。ヘッドライトはここですね。そしてハイビーム、こんな感じです。うん、ウインカー、横が光るんでした。うん、光ってますね。はい、テールランプこれですね。で、ウインカーを、あ、ブレーキとウインカーをやります。これがブレーキ、ウインカーがこれですね。ウインカーちっちゃいな。バックもやってもらいましょうか。あ、バックもやりましょう。これです。これがバックですね。後ろです。
右後ろです。ご視聴ありがとうございました。これからもね、こんな試乗動画とか作業動画をどんどんアップしていきますんで、ご視聴よろしくお願いします。あと、良かったと思ったらグッド評価とかコメント、チャンネル登録をお待ちしています。